お前が言うなって言われそうな感じがしますけど、ね、確かにな僕はシューターというポジションでコートの上で頑張ってきたんですけれども、はい、ワールドカップで言ったら富永選手だったりとか河村選手もそうですし富樫選手もそうなんですけれども、入らなくても打ち続けなきゃいけないメンタルって僕必要だと思うんですよ、はい、富永選手なんて10分の0の試合もありましたよ。ありました、ね、だけど次の試合でもう7分の6決めるとか、はい、そういうメンタリティがあると次につながるなと思うので、多くの B リーガーシュートを打つ選手たちには意識してほしいなと思いますし、今バスケットボールを頑張ってる子供たちにも入らないからこそ次決めるために打ち続ける、そんなメンタルで頑張ってほしいなと思いますね。めちゃくちゃいいこと言うじゃないですか。いやこういう風なテンションで喋る番組じゃないんだここは。いやいいんですよ中村さん、緩急ですから、バスケと一緒です、トークも緩急つけて。野球も緩急って言いますしね。いやもう何でもそうですよ、僕らのバスケの番組なんでね、はい、真面目なところから、はい、ちょっと砕けたところまで、はい、いい形で振れ幅作っていきましょうよ。